どうもシュンス TV です。ディズニーシーにタープルトークという、ウミガメのクラッシュとお話ができるアトラクションがありますね。僕好きでもうそこ何回も何回も行ってるんですけど、過去に一度だけ僕の友人がタープルトークのアトラクション中にぶっ倒れたことがあるんですよ。で、その時のクラッシュとタートルトークのキャストさんの対応がめちゃくちゃ神だったので、今日はそのお話をしたいなと思うんですけど、まずその友達っていうのがもともと貧血持ちで、たまたま、タートルトーク始まってすぐぐらいに、やばい、なんかすっごいフラフラするって言い出して、大丈夫っつって、ちょっとやばいかもみたいな感じで、で、どうする、ちょっと出るって聞いたんですよ。そしたらその友達が、いや、出たいんだけど、もう今目の前真っ白でもう多分歩けないって言い出して、マジか、じゃあちょっとキャストさん呼ぶねって言って、キャストさん呼ぼうとした瞬間、その友達がバタンってもう前に倒れて、もう地面にもうほんとゴローンってなっちゃったんですよ。で、当然周りみんな見てざわざわしだして、タートルトークの最中ですよ。うわーマジかーと思って、大丈夫かっつって、で、キャストさんがもうすぐ来てくれて、どうかされましたっつって、で、僕が全部説明して、すいません、多分貧血だと思うんですけど、なんかもう今目の前真っ白って言って、自分の力でも歩けないって言って急に倒れちゃったんですよって言って、で、キャストさんがすぐに、かしこまりました、少々お待ちくださいっつって、どこか行って、その間タートルトーク続いてるんですよ。人倒れてるんですよ。みんなざわざわちょっとしだして、周りの人ちょっと見てるんですよ。その時のクラッシュが、じゃあ次の質問あるやついるか、いたらヒレを上げてくれ。じゃあこっちのブロック行ってみようかな。前から3列目のって、僕らに一切触れることなく、僕らとはもう真逆のブロックに注目をわざと集めようとしだしたんですよ。これ何が素晴らしいって、クラッシュはどんなことでも笑いに変えるんです。でも倒れて苦しんでいる人をネタに使って笑いを取ろうとはしなかったんですよ。僕正直その時心の中で、その人も後から聞いたらそうだったらしいんですけど、心の中で、いやみんなごめんなさい、できる限りちょっと僕らのこと見ないでください、タートルトーク楽しんでくださいっていう心の中で気分なんですよ。目立ちたくないんですよ。だって苦しいんですから。そんな中、クラッシュは僕らに一切振ることなく、なんならもう全然違う方向にみんなを向かせるように他の方の人たちに話しかけて注意をそらしてくれたんですよ。で、心の中で、うわクラッシュありがとうとか思いながら、で、キャストさんがすぐに車椅子を持ってきてくれて、で、キャストさんと僕で一緒に抱えて車椅子に乗せて、で、そのまんま外に一緒に出て、で、そのままタートルトークはもちろん続いて、で、僕らは外に出て、で、キャストさんが、救護室、なんか、ベッドで横になれたりもしますけど、どうしますって聞いてくれて、じゃあちょっとすいません、それでいいですかつって、こう、外に出て、で、外に出た時に、友達が、外の空気を吸ったからか、少しこう、楽になってきた。なんか楽になってきたっていう感じで、ちょっとずつ元気になってきたんですね。で、そこで、タートルトークのキャストさんが、お二人はしっかりと並ばれているわけですからっていうことで、またタートルトークにこれで来てくださいって言って、タートルトークに優先的に乗れる、チケットをくれたんですね。いやもうそれも本当にありがたいなと思って、僕らの都合で出てってしまったのに、またすぐに来てくださいねって言ってタートルトークのチケットくれて、いやもう本当すいません、ありがとうございますっつって、で、外出て救護室向かってる途中で、なんかだいぶ外の空気で元気になってきたので、ちょっと僕らここら辺で大丈夫です、すいませんっつって、ベンチでそのままちょっとゆっくりしてて、で、元気になっていったっていうお話なんですね。なので
本当にクラッシュとタートルトークのキャストさんのもう素晴らしい対応に、僕と僕の友人は今でも感謝しているというお話でございました。めちゃくちゃ面白いアトラクションですので、ぜひ、行ってみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。